モーリー男爵は、かつて存在した、イギリスの男爵位、イングランド貴族爵位、かつての一族の居城であるマルグレーブ城の遺構。モーリー家は、元来フランスに住まう一族であったとされており、その姓もポワトゥー地方の小村漏れに由来するもので、あるという。その祖、ピーター・ド・モーリーは13世紀初頭に、イングランドに渡り、ジョーン・オーに仕えた。 その孫にあたるピーター・モーリーは、1295年6月24日に、モーリー男爵として、貴族院から、議会招集を受けた。その後も、初代男爵の系統で、爵位は継承された。しかし、五代男爵、ピーターの死去に際して、爵位は保持者不在となって、現在に至っている。彼の死後は、おいにあたるラルフ・ビオットが、一族の邸宅であった、マルグレーブ城を相続して、 モーリー卿を仮を貸したという。しかし、ラルフも1461年にバラ戦争下のタウトンの戦いで戦死している。なお、1838年に、ウィリアム・ポンソンビーが、連合王国貴族爵位のど、モーリー男爵に助されたが、これは、彼の妻であるバーバラ・アシュリー・クーパーが、モーリー男爵家下の子孫であり、かつ停止した爵位の共同相続人であったことに、ちなむ。 彼は邪悪なる君臣と呼ばれて、ジョン・ケツチ王の関心の一人とされた。ありがとうございます。